俺の憩いの場が侵略されている。なんでわざわざうちの部室に来て騒いでんだよ。いやうちらよく食堂で食べってんすけど、最近生きった集団が騒いでうるさいんすよ。だからここで食べることにしたんです。でも意外だな、そういう場合強引に黙らせるもんだと思ってたけど。すればグループは内部から崩壊。そしたらうちら食堂に戻るんで安心していいっすよ、パイセン。